まだ処理の助かずい水素岐阜部招待審議鉄心真田幸村参る。どうおたけ家臣山内和成天下の勧誘と名高く斎藤道三を包まち魔王と呼ばれし織田信長をお世話にマナーを貴重と申します。皆は美濃国の姫として濃姫と呼びます。わらわは徳川家康の長女亀姫じゃ。よろしくお願いいたします。岐阜武将隊審議鉄心信長が妹にして柴田勝家の妻一でございます。私があの大六天魔を討ちし明智光秀でございます。岐阜武将隊審議鉄心森蘭方しなりとし森蘭丸でございます。わしの名は静武一将槍が一人脇坂信内康春である。わしだな終わりの神秀勝じゃ。わしは大鏡応援武将隊森吉成じゃ。続いて登場するは大鏡応援武将隊沢山城主石田正純なり。それがし大鏡応援武将隊の一人でございまする。加賀百万石の祖となられた前田利家様もとい前田犬千代様のために本日加賀の国より参陣いたしました。美濃のまむしと言われた斎藤道三である。鈴内の小助三条清見の三人衆が一人安藤森成と申します。以後お見知りおき。濃姫様筆頭事情鏡野にございます。西見の三人衆が一人武士家直元にござる。安野津戦国武将隊安野津城二代目城主富田信孝が妻先にございまする。よろしくお願いいたしまする。安野津戦国武将隊の富田信孝がございまする。よろしくじゃ。安野津戦国武将隊わけべ光義にございまする。どうか皆様お見知りおきをよろしくお願い申し上げまする。三重県から参りました安野津戦国武将隊織田信兼と申します。また津の方にも遊びに来てください。愛知忍者連盟小児さんうぃ。愛知忍者連盟忍者ドラゴン乗車。大海の国からやってきた黒影でござる。愛知忍者連盟神風の刃です。くのいち夏です。ハーマです。お私浅野長政殿お抱えの忍び楓と申します。以後よろしいお見知りおきくださいませ。失礼いたします。尾張剣盾衆歌舞伎アゲハです。拙者は尾張犬山城でお客様おもてなしをする影の忍び美衆のラッパと申す。私愛知戦国姫隊前田利家様の妻松にござります。愛知戦国姫隊徳川家康様の母お代でございまする。愛知戦国姫隊織田信長様の父吉野にござりまする。織田信長様の妹一じゃ。浅井三姉妹の末っ子郷にございまする。甲斐の国から参った甲斐の虎武将隊なりそれがしの名馬場美濃守信春じゃ。戦国最強赤備え率いる我は武田四天王が一人山形三郎兵衛正影。武田四天王が一人内藤尻之助正豊にござる。人は城人は石垣人は堀情けは味方仇は敵なり我こそが甲斐の虎武田信玄なり。我が名は源の八幡太郎義家じゃ。
親方様を天外導く前田犬千代。清須省武将隊大岡組の姫にございます。本日はよろしくお願いいたします。清須城より天下を狙う織田上総介信長。